俺ぞくらん。あー、ここです。ダメだ。おい、そこだ、ヤクザの飛行機だ。なんかあがけばあがくほどわかんなくなってくるな。そうなんですよ、ドツボにハマるんですよ。そうそうそう、いや、書いてないっすよ。もう、デフォルト設定は今日が最後ってわ。今日が最後。いや、やっぱり下にいた、もうそれは分かってた。おぉ、そこでも減速使うの。ロックファイト中に減速を使うという発想。ああ。いやー、ほんとになんか、新しい世界が。開けたわ。まあ、開けたな。アンダーの箱はダメだった気がするけど。アンダーの箱はダメだったけど。アンダーの箱の方がダメだったけど。でも、なんだろうな、新しい世界は開けたけど、開けたけど、てか開いたのは確認した。でも、そこにくぐるのはまだまだ。あれをくぐるのはまだまだ。真理の扉見えてるんだよ、真理の扉。でもそれに近づくと上がれんから。飛行機だ、上にいるぞ。もう真理の扉の前で立ち尽くしてる、そんな状態。なかなか互いが互いに遠いですね。ただどこにいるのか全然わかんないし。いや、俺死人ちょいちょいしてます。あー、後ろ使えた？違う、すれ違いだね、すれ違い。あー、これは後ろ使えたな。あー、疲れた、降りた。今まで減速するって発想全くなかったな。ないっすね。確かに減速すると単純に旋回率自体落ちちゃって、そのまま減速するだけだとこうする上では不利なんだけど、ただ見ました、スジさん見ました、一回後ろつきましたよ自分。うん、おっおっていうスイッチを入れられてもう無理だっていうのは分かってた。上にいる。もうそれはもう周知の事実。おお、もう無理だっていうのは分かってた。これはもう読み完全に。音聞いて、音聞いて、もう遠くでそう切り返すんだもんな。あー、もうあれこそロリシザだよ。もうほんと、もうローリングシザーズの名前勝手に使ってごめんなさいだよ、もはや。これ勝てるんちゃう？これ勝てるんちゃう？これ勝てるんちゃう？あのまで行ったから多分飛行機だ、動けるか。やばい、あー、よっしゃー、勝ったぞ、イエー、落とした。え、これデフォルトのままでいいんじゃね。